では問い4の A に入ります。参加された物質、還元された物質の判断なので、まず参加数を判断しないといけませんね。これちょっと印刷が潰れているのでこちらで書き直しました。でまず単体の参加数は0で、あとは周期を使って参加数って考えるもんなんだ。まあそれあんまり知らない人多いみたいなんでね、ここで紹介してくれます。水平、そう、周期表ってのはね、使うためにあるんだよ。リーベ、だからテストの時も、まあ頭の中で完全に再現できるんだったらいいけど、基本、周期表を書いて、それ考えながら、まあ普段の勉強も進めるものです。リーベ、僕の風ね、なあ、マグ、ある、シップス、クラ、で最後に水泳入れて、で取りやすい参加数というのは周期表に現れます。ここは0で、こちらからプラス1、プラス2、プラス3、でこちら一番こちらは0で、マイナス1、マイナス2、マイナス3、プラス4、まあ、一応括弧してプラス5、プラス2、今回使わないけどこんな感じでね。で、まあ、ここのところで見てると CL がありますね。CL はこれ、マイナス1の参加数取りやすいです。で、こちらマイナス1が2つ分なので、それに合わせて、ちょうどプラスマイナス0になるように、これマイナス1が2個分でマイナス2なので、この銅の参加数はプラス2ですね。で、一方、こちらの、CL は1個だけなのでマイナス1、それに合わせてプラス1なので、銅はプラス2からプラス1まで下がっているので、これは還元されたと言い方。還元されたという言い方ができます。で、あとは、例えば、CL、これマイナス1、これで2個分でマイナス2だから、ニッケルはプラス2。そう、周期表はね、このね、カルシウムまででいい。で、ここ以外のもので、金属は大体プラス2が安定って考えていいです。で、もちろん例外がありますが、例外は例外としてね、抑えるためにも、まずプラス2が安定で、銅だったらこうプラス1になることもある。そういう例外を抑えていくといいです。で、ニッケル、だからこれプラス2、金属、プラス2で問題なさそうですね。で、あと S はここにあってマイナス2なので、ニッケルはそれに合わせてプラス2。だからニッケルは酸化も還元もされてないということで、あります。で、硫黄原子がマイナス2から0。酸化数が上がってるので、これ酸化されたという言い方が、できます。で、問題は、まずニッケル原子は、酸化数変化なしなので、酸化4になって、で、硫黄原子はマイナス2から0に酸化されているので、丸3が正解となります。